デカフェ。ジャイアンツキャスト2024新シーズンが始まります。今回は1月号。いつものメンバー、ジョガイモボーイさんと関西ジータラコさんと私ザボで巨人についておしゃべりしております。どうぞお聞きください。今年も一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いうことで1月の21日の22時の40分といったところでございますよね。キャンプインまでもう一人ですね。そうですね。前回の収録が12月23日だったということもあって、まずはカイル・ケラーの獲得からおしゃべりしてみますか。そうですね。はいはい、いうことでございますよ。なかなか阪神経由で、巨人に来てくれる選手っていうのは歴史上少ない中でもですよ、馬場に続いてカイル・ケラー選手の獲得に至ることに成功しました。はい、阪神では勝ちっぱのゲームの後半のピッチャーだったような印象もありますけれども、ジャガーさん、カイル・ケラーってどのように見られてましたか。ケラーはどうしてもね、2022年のあの開幕のね、はい、13連敗をね、の火種を生んだ、火種を生んだのがこのケラーだったので、はい、やっぱ阪神ファン界隈では、やっぱそこのトラウマがまだまだ残っているということをよく言ってますね。そうですよね。はい、あの年はだから、開幕戦か、火消し役に出てきたら、それがうまくいかなかったということですね。はい、流れは作れなかったというところ、ね、それがなんか2回連続くらいでやってしまって、落としたんですよね、2軍にね。コロナっていうこともあって、来日も遅れた、加えて、前年まで活躍したのが、ソフトバンクから阪神に来た選手、160何キロぐらい投げてたピッチャーいましたね。スアレスですね。スアレスがいなくなって。代わりに呼んできたのがケラーでしたね。スアレス選手も印象も強かっただろうし、阪神ファン期待値もね高かった選手だったので、まあそのいきなり開幕して連敗してしまったことで、ちょっとね、この阪神ファンの印象としては良くなかったところからのスタートっていう選手ですよね。気の毒なとこでしたけれどもね。あ、ごめんなさい、タラコさんなんか言おうとしませんでした。あ、僕の回になってから言おう思ってたんですけど。どうぞ。ありがとうございます。開幕してうまいこといかへんかって2軍調整がちょっと長くあって、それ以降のケラーは、一昨年の時点でもまあまあやったかな、ね。そうですね。むちゃくちゃ良かったですね。去年なんかは普通に良かったなっていう。そうですね。印象やったんで、まあ、悪印象残ってるかどうかは知らんかったんですけど、阪神ファンがね、巨人ファンとしてはものすごいありがたい補強だったなと。そうですね、思います。阪神さんの、阪神さんの助っ人がこの人はたまらんすわ。信用できそうやなって感じです。そうですね。はい、いうことで、昨年から巨人を在籍しておりますバルドナード、それから中川浩太など、勝ちパターンの流れに組み込める選手かなというふうに思ってます。いや、下手したら大勢とのダブルストッパーで使うかもしれないですよね。ありますね。そうですね。非常に心強い、新戦力の獲得かなというふうに思っておりますよ。これでちょっと優勝がちらっとは見えてくるなって感じがですね。そうですね。かなり手がですね、このケラーの獲得は。そうですね。はい、加えて、本日1月21日に成績発表ですかね。オドーア選手の獲得も発表されましたですよね。オドーア選手、メジャーでは基本的にはセカンドが多かったそうですけども、巨人、まあ日本では、外野手登録ということになるそうで、背番号は23、単年契約で2億円と、いうことになりました。これで支配下が登録で残り枠が7でしたっけ。そうですね、今63になったところですね。ね、はい、いうことでございますわ。オドーア選手は左バッターでしたっけ。ですね。ね、メジャー5年連続2桁本塁打っていうのをどっかで見たんだよな。まあ大砲系ですよね。そうですね。そうですね。パワー系のバッターですね。1週間ぐらい前かな、高知新聞の方では外野手争いが非常に厳しい
ぞというような報道があったと思うんです。うん、うんうん、レフトは秋広対丸である、センターは佐々木対萩尾でしたっけ、うんうんうん、でライトが梶谷対松原みたいな総装置に戻っておりましたけれども、うん、これに加えて小堂はといった形になりますね。うん、タラコさん、はい、まあ、待望の大砲候補だと思うんですけれども、そうですね、うん、小堂は選手記事でもいいし動画でもいいし映像でも見ましたけど、うんうん、ああそう、はい、うん、バッティング系はまあ、いいところしか映ってへん、まあ、毎度のことながらってことですけど、うんうん、まあ、期待は持てそうかなと、うん、なイメージとしては、うん、テームズおったじゃないですか、はいはい、そこで消えてもテームズと、そこで消えてもった、はい、そうですね、と誰かもう一人と合わせて似てるようなタイプやな思ったの、もう一人忘れてしまいましたけど、はい。あれやあれや、パーラです、パーラ。あ、パーラ、はいはいはい、ヘラルトパーラ。低めの捌き方とか、ちょっと似てるんかなあいうようなイメージで、映像を見た限り思ったんですけど、まあ、この2人に近いかなと。バッティングが、うん、うんうんうん。あ、そうですか。ちゃんとその見てへんからね、あれなんですけど、うん、まあ、引っ張り系に見えたっていう映像が多かったですね、僕が見た限りでは。フルヒッター。はい。あ、典型的なプルヒッターですね。あ、やっぱ合ってますか？合ってます合ってます。あ、ジャガさんも見られましたか？思いましたね、はい、うん。もうちょっと補足があればジャガさんなんか加えていただければ。あ、もう典型的なプルヒッターで、うん、まあ、ホームランか三振かですね。うんうん、ホームランか三振か、はい、ホームランか三振か、はいはいはい、まあ、三振の数が半端なく多いという、まあ、懸念材料ありながらも、うん、まあ、パワー系なので一発の期待もかなり持てるっていうタイプですね。うん、中塗装が消えてるんで、一発系は欲しかったんで、ちょうどかなと思いますね、僕は。よくね、なぞらえるのがサンタナですよね、ヤクルトのサンタナですね。ああ、なるほど、はいはいはい、はい。当時、まあ、日本に来るまでの間に、サンタナって同じように言われてて、あ、そうなんや、まあ、ホームランは打てるけど、三振がバカほど多いっていうタイプっていうふうに言われてたんですよ。うんうん、へえ、そうだったっけ、はいはいはい。うん、ただね、サンタナって、ちょっと違うのがね、逆方向にホームランを打てるタイプっていう意味でちょっと違うんですよね。そこがちょっと唯一の違いなんですけど、なんか振り方とかスイングは引っ張り系なんですよね、サンタナも。そうですね、振り遅れて言うんか外角やからって言うんか右方向に打てるなというようなところが、うん、そうですね、うんうん、で特にね、まっすぐに強くて変革に弱いタイプなんですよ、このオドワは。それも似てますね。そうです、だまっすぐの、ね、例えばパワー系のパリーグのピッチャーとかにはむちゃくちゃ相性が良さそうなので、うん、へえ、うん、そういうピッチャーに当て込んでいくっていう使い方がいいような気がしますね。なるほどなるほど、うん、いわゆる即レギュラーっていうような印象ではない感じです。うまいこと使った方がいいと思いますね、僕は。人に合わせて、うん、対戦投手対戦相手に合わせた方がいいと思います。はい、別にね、右左そんなにね、打率変わんないんで、うん、まあ、左バッターですけど、左ピッチャーがそんなに苦手っていうタイプでもないんですけど、うん、でもやっぱりね、助っ人ですし、うん、うまいこと使ってあげないと、やっぱりね、プライドも当然ありますしね、うん、うん、その辺うまいこと使ってあげるような采配をね、してほしいなという感じですね。うん、横の変化より縦の変化の方が弱い系に。縦に弱いですね。あ、なるほど、なるほど。へえ。で、スライダーとかでもちょっと合ってないんで、あんまり。あ、そうですか。だって左ピッチャーでスライダー系のピッチャーにはあんまり使いたくないとこですね。ああ、カーブ、スライダーには弱いですね。うん、あ、そうなんや。ただ、まっすぐにはめっぽう強いんで、うん、例えば高橋奎二とか、ああいう系には当てたいとこですね。なるほど、なるほど。うん、なんでなんかうまいこと相手のピッチャーに合わせて、まあ打順でいいと思うんですけど、うまいことをこう相手が嫌がるようなところに置いていくような使い方をするといいかなと思いますね。なるほどね。ルーグネットロベルトオドーアと日本では呼ぶんですかね。カタカナにするといろんな発音方法があるそうですけど、確か日本ではこのように呼ぶはずだと思いますよ。うんうんうん、ね、ルーグネッド・ロベルト・オドーア選手、1994年2月3日生まれ、現在29歳と、だから開幕までには30になるのかな、うん、ですね、ベネズエラ出身の選手でございますと、で写真を見ますと非常にこう豊かな顎ひげをしてますが、まあ、巨人ですからひげ剃らされますかね。まあ、ひげ剃らされますね。はい、
単年契約で、2億円というお話でございます、うん、右投げ左打ち。メジャーリーグではずっとセカンド登録が多かったのかなと、うん、いうことで、あとはサードとかも持ってたんでしたっけ。外野もできますよというな歴ですよね。外野ってあれライトだけで見たんですけど、合ってますかね。そうですね、ライトですね、うん、内野は下手なんで、うん、シーズン最多エラーを記録何回もしてますし、なあらしい、ねうんうん、ライトでうまいことを使ってあげたいですね。いやそうなんですよね。なんか最初の報道でセカンドの選手やっていうの知って、うん、直樹が頼りなかったらとか一瞬思ったんですけど、なんか評判をもうちょっと深掘りしていくと、ああちょっとセカンドきついんかなと思いましたね。そうそう、それもねサンタナと一緒で、うん、サンタナも守備めちゃくちゃ下手って言われてて来てて、あれあの状態なんで今、うん、そこも結構似てたりするんですよね。似てそうですね、話聞くと、うん、ただ肩は悪くないんですよね、このオドワは、ね、はい、なるほど、でもこれもあのどっかでブリンソンもあの肩ええって話だったでしょ、もともとね、これが大したことなかったですから肩いいって話でしたっけ。ええ話、だから守備力高いって噂を聞いとったんですよね。そうですね、守備範囲広いとかって言ってましたよね、知れてたなというのがあのキャンプ中の印象でそのまんまやった。まあブリンソンの印象はややこしいっすわ。ややこしいっすね。似てないっすもん。確かに。うん、X、Q、はい、ツイッターの映像とか見ると、うん、殴り合いの乱闘事件を起こしてる映像とか見ますよ。そうですね。よく使われますね、あれね。ね、なんだっけな、守備妨害的なシーンだったのかな。そうですね。報復からの守備妨害でしたね、あれ。まあ、あれを見てね、他のか、巨人ファンの方々が、なんか、ガルベスをなんか、彷彿させるような、いうのを見たそうですけれどもね、まあ、これは2016年ぐらいのシーンだったでしょ、確かね。ずいぶん前の話なのでね、さあ、彼がまた日本に来てどのような活躍するのかは、非常に楽しみかなと思いますけれども。さあ、そんなね、そんなに、うん、期待せずにというところで見といた方がいいと思いますね、最初はね。そうですか。うん。四番とかじゃないと思いますね。そうですね。あの、なんか外国人やから5番想定みたいな用されてるじゃないですか。はい。僕も5っていうのはその率の方を見てもどうなることやらなとは思って見てますね。ね。うん。多分7番とかって使うんじゃないですか。6、7ぐらいの方がなんか、うん、安心して安心してというか。ところで一発だけ待てる状態で決めるっていうのはいいなと思って僕も思ってましたね。ね、うん、はあはあはあ、なるほどね。でも5で使いそうやなという予想はありますけど。うん、うん、どう使うでしょうね。なんか助っ人を立ててみたいなのあるじゃないですか。ありますね。うん、で5から始まりそうやな、ほんであかんかって受け入れさせて6、7みたいな、うん、な感じになるんかなと思うんですけど。うん、まあそれがね、どんだけね、この日本のピッチャーと対戦した時にどうなるかがちょっとまだね、見えないところあるんで、はい、対応力というか、うん、まあでもそうね、おっしゃられた通り6、7番想定でいいと思うんですけどね、うん、だから今年の阪神みたいな使い方がいいと思うんですよね。阪神、うんうん、プレッシャーを与えすぎずで、うん、あのノイジーでしたっけ。はい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 、はい、あともう一人あの陽気なタイプの見えそうそうそう、はいはいはい、そう、あんまりこう中心じゃないけどなんかたまに打って活躍するみたいな、うん、やっぱああいう感じがいいですね、うん、ノイジーってでもずっと3番ちゃいました。ほんで森下がちゃんとし始めて変わったっていう印象だったんですけど。ああそうなんですか。はい、確かね、出てましたっけ。結構3番のイメージが強くて、まあ、ここがラッキーなところだったなみたいな感じ見て、うまいことなんか向こうがあのゲッツーとかも少なかったんちゃうかなっていう、巨人戦では少なくても、うんうん、手はあったんですけど、ノイジの3番はありがたい、あの森下よりも良かったですね、こっち。なんかあんま打たれたイメージないですよ、うん、ノイジ。そんなね、うん、ね、日本シリーズでの活躍は。日本シリーズだけ、うん、だけというか。あのジャイアンツいうボーカーみたいな感じですよね。そうやな、そうですね。はい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 。日本シリーズだけ打ったみたいなタイプ。けどなんかつなぎやないですけど、ええー、とこでライト前ヒット打たれて1、3で作られたみたいな記憶も強く残ってますけど。ああそうかそうか。あのまあそっち系ですね。なんかちゃんとポイントゲッターとしてっていうイメージはないですね。ね、中心選手というわけではないです、ノイジーはね。ですね。だから最初はそれぐらいの期待値でいいと思うんですよね。うん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 。あんまり過大な期待をするとね、
そう、ちょっとまだ未知数なとこ多いんでね。ですね。そうですね。今ね、ウィキペディアのメジャーリーグの数字を確認してるんですけども、はい、2015年から2022年までの7年間はずっと2桁本塁打できてるんですよね。うん、で2016年と17年とそれから2019年は30本超えと、はい、いずれもテキサスレンジャーズでの活躍ですね。でも打率っていうのはそんなに高くなくって、2割前半でしょう。うん、そうですね。ね、うん、178三振は2019年の三振王か、みたいな数字が残ってますね。でも去年は2割3分の、本塁打が4本か、みたいな数字が残ってますね。SD ってどこでしたっけ？球団名 SD って書いてあるんだけど、 SD ってのはサンディエゴパドレスか。おってことは、SD、ダルビッシュと一緒ですか？ダルビッシュと一緒ですよね。昨年はね、阪神タイガース的なユニフォームを着てる、X のやつをよく見ましたね。あ、結構だから2018年には盗塁が12してて12個盗塁し同じ数してんだな。へえ、結構積極的に、みたいですね。それがね、結構気になるなっていうのは、足はね、ちょっと、ちょっとね、劣化してるみたいですね。足の方はね、それが守備面でも攻撃面でも響いてくることが多いよなっていう感じで。なるほどね。まあ、とにもかくにも決まりましたよっていうことですよ。その5番、6番、7番の話ですけど、はい、まあ、そこらへん、勝負強さですから、それがハマれば別に5番でもいいんですよ、2割3分で、チャンスメーカーという、ね、ポイントゲッターになってくれた方が5番でもいいんですけどね、まあ、そこの打率かな、気になるのは。まあ、キャンプオープン戦、流れを見てっていうことですよね。まあ、そうですよね。それはレギュラー争いもそうですよね、多分ね。そうですね。まあ、でも5番をなんか、阿部監督は、なんか、つなぎ系にしたいみたいなこと言うてますね。そうですね。なんか、バントもできて、何でもできるタイプを置きたいって言ってましたね。言ってましたね。ああ、そうなのか。いや、反対ですけど、僕は。まあ、多分今年の反省をっていうか、ね、いや、と思うんですけど、ヤクルトもそれに近いことしとったんですよね、6番に中村やったかな、なんか、してる時期ありましたけど、岡本が余計またしんどなるなって感じはあるんですよね、それしてもらうと。ただ、岡本が歩かされて、何もできない状態が去年は良かったですし、まあ、だから、そこをどう取るかですよね、岡本を。歩かして、まあ、それを無駄にせえへんつなぎ系を置くか、そうですね、岡本歩かされへんように怖いの置いとくかっていうところ、そうですね、僕は怖いの置いとく系派なんですよね。つないで7、8、9の誰置くか問題ですから、まあ、やっぱりでも、ね、去年も一発で点は取れたけど、逆に一発でしか点が取れなかったので、はい、まあ、その辺も多分いろいろ試行錯誤してるんでしょうね。ですね。この、 5番つなぎ系いうのは賛成ですか反対ですか？まあ去年を見る限り、はい、ちょっと変えるのはありやと思うので、戦略をね、なんかもうね、ホームランバッターだけポンと置くよりも、いろんな選択肢で試していく方がありやと思いますので、どっちかというとありかなと思いますね。あれだよ、ね、そのつなぎ系ができるやつがほなおるんかいっていう問題はどうですか？佐々木は知らんと。そうですね、まあ、直樹もそんなにやと僕は見てて、まあほんまはそんなことを器用にこなせそうな門脇ぐらいしか思い浮かばないんですけど、阿部監督が言うそのつなぎ系5番っていうのは誰を想定してるかですよね。ですよね。なんか佐々木の名前がその時出したような気するんですよ。お、違ったかな。ほんで、まあ、来てっていう反対のそのどっかで見たんですけど、その、まあ、みんな反対してるからというよりも佐々木は知らんからどっちでもどうなるか分からないですけど、佐々木とか新入団系を抜きにした時に門脇以外おらんなっていう、つなぎバントに限らへんじゃないですか、こういうのは。そうですね。で、まあ、バントに関しても門脇しか思い浮かばないですよね。まあ、場合によっては秋広を想定してるかもしれないですね、5番秋広。いや、まあ、秋広は、ぐらいかなと思ったりしますけど、まあ、やっぱ右の岡本の後
左の秋広っていうのは、まあ、なんか、なありっちゃありかもしれないですね。ありでしょうね。うん、やっぱ秋広のような印象ですけどね、そういう話聞くとね。うん。まあ、いいですか。その、つなぎのというか、返す感じですよね。はいはい、うん、そうですね。あの、丸ぐらいが収まってくれたら面白いかもしれないですけどね。そうですね。もうちょっと衛生的になったらっていう過程ですけど。あえてから見てもね、秋広も嫌だと思うんですけどね。まあね、その丸の方が実績があるって意味かなって感じです。秋広もそうですね、秋広も。一発期待できるのは丸ですね。ですね。つなぎって意味でも、まあ、秋広も悪ないんやけど、やっぱ1年しか、去年しかないっていう情報がね。そうですね、まだまだ、まだまだですよね、秋広選手も。ね、いや、将来こうなってほしいはこっちもあるけど、ほな来年どうかって言われたらちょっと未知数かなとは。そうですね。まあ、1月号なので、はい、ちょっと自主トレの話も加えながら喋っていこうと思うんですけども、はい、自主トレ、はい。はい、今年も中田翔選手と一緒に、ね、うんうん、自主トレされてて、まだ彼も痩せやすい体質なので、うんうん、体重増からのスタートだそうですけれども、うん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 、丸坊主にしましたね、中田選手と並んで写ってる写真見ましたけど、ね、中田は中田で非常に大きな選手だと思うんだけど、秋広と並ぶとすごく小さく見えるんですよね、中田翔ね。そうですね。まあ、その中でね、中田の持ち味と秋広の持ち味っていうのはバッティングの方面で言うと違った持ち味の持ち主2人だと思うんですけれども、12月の時にも言ったかもしれませんが、僕はホームラン捨てるんじゃなくって、あのホームランもありながら、ミートジャストミートにこだわった打席を意識してほしいなというふうに、言ってたと思うんですけれども、それが多分さっきの5番像、安倍監督の言ってた5番像ですかね、もしかしたら近いのかなというふうに思って、5番バッター秋広がいいのかなっていうふうに。いや、ほんまそうですよね。ですね。あとは加えて自主トレってどんな話が出てましたっけね。まあ、坂本勇人がまた多くの方々を招いて自主トレしてましたっていう話もありましたよね。ああ、そうなんですね。僕それ知らない。自主トレ全然知らんすね。自主トレ系の話あんま聞かんなみたいな。あ、そんなこと。そうですか。いや、僕が忙しいというかな、店のことばっかねやってるから、あ、そう、あんま情報入ってきてへんのかもしれないですけど、あんま、情報足らんなって感じ。僕もね、自主トレとかあんま見ないっすね、あんまりね。あ、そうですか。あんま見ないっすね。なるほど。ちゃんと例年通り情報ありますか、自主トレの。なんか探せば出てきますよ。例えば坂本、さっき言った坂本には、5、6人 もっと多いのかな、多くの人が集まってですよ。それ全く知らんかったっすわ。坂本の話とかないな思ったんですよ、ね。巨人からは増田陸とそれから岩佐が例年のように入ってきた。ああ、そんなんあったかもしれない。あ、そうやな。あとは阪神の方ね、菅野と大城がなんかハワイかなんか行ってましたよね。行ってますね。あ、的なやつとかね。その辺は見ましたけどね。戸郷は戸郷で、後輩たちを連れて、ね、一人出しされてるというような、記事も聞きましたし、ここまでで記事で言うと、入寮の記事とかもありましたよね。入寮、寮が新しくなったんですよね。ね、独身寮が新しくなって、はい、で、ドラフト指名選手が続々と寮に入っていきますよと、でこんなグッズを持ってきてますよみたいなやつはあんま試食されませんか。詳しくはないけど、そんなん、まあ、まあ、なん言うとったは知ってるんですけど、うん、ほぼ無視って感じですね、僕。確かに確かに。あ、なるほどね。そうですか。あ、そうですね。1位の西田誠選手は入寮の時にマットレス持って入りますよと、マットレスは先輩の大谷さんが使ってるのと同じ型ですよとかね、3位の佐々木選手は、周りからお猿のジョージに出るとよく言われるからって言って、お猿のジョージのぬいぐるみを要件持って入ったそうですよ。それ僕見ました、それ覚えてます的なね、ことでございます。うんうんうん、でジャイアンツもスローガンが決まりまして、新風でしたっけ。うん、見てましたね。ね、
新風というスローガンの中で新しく2024年が90周年当たるんですね、巨人ね、うんうん、創設。ああそうなんですね。記念の、うん、メモリアルイヤーになりまして、うんうんうん、球団ロゴもなんか90って書いてありますもんね。そっかそっかそっか、うん、加えて、新しい監督阿部監督になるということもあって、2024年春季キャンプにはキャッチフレーズを発表、笑う阿部が服着たれ、はい、春風の先に笑顔のセプテンバーというのが今日発表されたのかな。キャンプのキャッチフレーズというのは初めてのことはそうでしてね、一応 2月以降の予定が今日ちょっとアップされてたんですけども、2月の18日にはセルラー那覇で、うん、韓国サムスンと一軍は練習試合、2月の27日には日本ハムと同じくセルラーで、練習試合がありますよというようなことも書いてございます。二軍は同日2月の18日に広島とサンマリン宮崎で、そして23日はオリックスとサンマリン宮崎で、27日は楽天と、ヒムカというところでね、練習試合がありますよという発表がございました。うん、お二人はキャンプとかって現地観戦とか行かれたりするんですか？いや、行こうかなと思ってるんですけど、行きます？行かないです。僕は一回行った限りで行かない、行ってないですね。ほんと？タラコさんはいつ行かれたんですか？一回って19年ですね。あ、2019年、はい、あ、なるほどな。丸がシュッシュ言うてるのは見ましたね。はい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 、はい、そんな時やったんですけど、ちょっと僕はまあ、練習見るのは面白かったんですけど、多分、うん、サインくださいとか言うのがメインなんかなという印象を抱きましたね。ああなるほどね。こっちは苦手なやつですよそれ。あ2019年のタラコさんが行かれたやつっていうのは宮崎の方ですか？沖縄ですね。沖縄の方ですか、はい、なるほどね、宮崎行きたいんですけどね。宮崎ですか？はい、うん、あでジャガーさんは行くつもりでいるとおっしゃられて、行こうとは思ってますけど、うん、行けるかどうかちょっと分かんないです。どうせ行くんやったら練習試合みたいないですか？みたいんですけど、逆にもうなんか練習だけの日でもいいかなと思ってます。ああそうか、はい。ジャガーさんは行かれるとするのは宮崎ですか沖縄ですか？一応宮崎を狙ってますけどね、行けるかどうかちょっとまだ確定はしてないです。どのような練習が見たくて行かれるんですか？いやなんか行ったことないんで、うん、僕そもそもキャンプって。あ、そうなんですか、はい、雰囲気が見たいですよね。あ、なるほどなるほど。うん、なんかね僕も1回しか行ったことないんですけど、うん、亀井がねちょっと、はい、長打力が弱ったんちゃうかなみたいなフリーバッティングとか見てて、お結局その日のその年の開幕戦で確か逆転、それサヨナラホームランみたいな感じで代打でなんか終わったみたいなあったじゃないですか。涙泣いてたやつですか？ちゃいます。開幕戦で、開幕戦、覚えてないな。あれで、それちゃうんかな、キャンプの時違った。なんかね、なんかまあ、そんな亀井が長打力衰えてきたなとか、そんな思ってましたけど、はい。まあ、ね、結局、練習中なんか参考になるのかどうかもよう分からんじゃないですか。はい。だから、僕も何を思ったらいいんか難しかったですね、キャンプの。楽しみ方として。なんかその多分練習中ってここ雰囲気が明るいようなイメージがありましてね、そういう雰囲気ちょっと見に行きたいなっていうのがありましてね。なるほどなるほど。いやまた感想を聞かせてほしいです。答え合わせじゃないですか。ちょっと行けるかどうか分かんないですよ。行けるかどうか分かんないですけど、もしも行かれた際にはぜひいろんなお話聞かせてもらいたいというふうに思いますけども、タイガースキャストさんはね、周期キャンプ春季キャンプともに見に行かれるんですって。あ、そうですか。そもそも人数が多いんですけども、リードの千年さんという方がね、秋の方は四国の方に二軍中心のキャンプを見に行って、で春季春のキャンプは沖縄の一軍クラスの選手たちの練習を見に行かれそうですよ、毎年もう5年ぐらい続いてるんじゃないかな。それみんなで行ってるんですか？行ける子というような印象ですかね。二軍の方は関西勢が行かれて、で沖縄の方は千年さんの奥さんと、それから沖縄在住のキャスターの方もいらっしゃるので、なるほど。あと山口在住の子も行くのかな、うん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 、みたいなことで、まあ
3355各々行かれるような印象もあるんですけども、うん、で沖縄在住の方とお会いされてみたいなね、はい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 、そんなお話は毎年聞かせてもらえるんですけどね、うんうんうん、キャンプね行けるのかな僕行けるかな、タラコさんのあれが3月8日でしたよね、そうですね、はいはいはい、そうですね、なかなか遠出をね、あの気軽に行っておいでと言ってくれるような妻ではないもんですから、それでも来てもらえるってのはありがたいですよ、3月8日の話、はい、いうことですね、はい、いうことでちょっとキャンプの話も出まして、1軍2軍3軍とこうザザッと分かれて、発表もあったんですよね、はい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 、ちゃんとこの辺はね、うんうん、スクショしておいてるんですけども、うん、2023年の支配下でドラフトで獲得した選手、まあうん、はほぼほぼ1軍でのデビュー、まあまあまあ、キャンプを迎えることになります、はい、うん、西田って、うん、から森田、うん、佐々木、伊豆口、正樹という5名ね、1軍スタートとなりました、うん、あとは加えて新戦力でいうと高橋で、うん、近藤大輔、ケラー、馬場、うん、泉、うん、それから野手はウレーニャ、ウレーニャが帰ってきてるんですよね、そうですね、そうですね、ウレーニャって育成でしたっけ、今楽天にいたんちゃいましたっけ、育成です育成です、うんうん、巨人の育成で楽天行ってまた帰ってきて、ね、巨人でまた育成でしたよ ね、 ね、うんうん、なんか15キロ減量を命じられたというふうに聞きましたよ、ウレーニャ細いっすけどね、どっちか言ったらなんかね、でかかったから聞きました、あんまりねなんかこう引き締まってるイメージがないんですけどね、あんまりね、あ、太っ、あ、そうですか、ちょっとこうポチャっとしてるイメージありましたね、あ、そうか、あ、僕どっちかだと細身やな、お前ちゃん勘違い、勘違いなわけないんやけど、イメージ違いますね、いい写真違いますね、うん、筋肉質ではないというイメージですね、うん、うん、でもそれは否めへんか、どっちかだと僕も細いって言うと線が細いって悪い意味で捉えておりましたね、まあというのかくにも一軍スタートの育成選手でいうとウレーニャだけかな、こうやってパッと見るとね、うんうんうん、ですね、うん、で、まあ、あとは2軍と3軍に分かれて、あとは故障班というのもあります、はい、故障班にはタラコさんが推してる三塚選手も入ってます、入ってますね、うんうんうん、で外野ではその三塚と浅野という並びになってますね、うんうんうん、浅野選手もヘルニアが発症してみたいな話も出まして、はい、まあ焦んないよというようなことでしょう、ちゃんと練習してるシーンとかは新聞で見たことありますんでね、うん、うん、小沼、花田、萩原、田上という選手、故障班でのスタートとなりますね、うんうん、たまたまこうなんでしょうね、ボサーとした時に TikTok で花田選手のブルペン投球のピッチングが流れてきたんですけども、うんうん、花田選手が非常にいいスライダー投げてて、うんうん、WBC で大谷選手が投げてた、うん、スイーパーのようなスライダー投げてて、うんうんうん、楽しみかなと思ってたんですけど怪我スタートなんですね、ねえ、うん、ここドラフトの時になかなか育成なんか低い方やったと思うんですけど、うん、育成じゃなかったなんか7位のイメージ、支配下の下の方でしたね、支配下の下の方でしたよね、はい、なんかその割にはええなと思った印象が残ってますね、それ以降めちゃくちゃね、もともとフォームが綺麗でですよね、うん、っていうね印象はありましたし、評価も高かったですよね、うん、そういう、うんうんうん、まあ、1分2分ぐらい終わらせます、ドラフトの開始名で将来のエース候補って載ってたんですよ、花田がね、いやー分かります、はい、そうなん言うじゃないですか、僕言ってましたあの時、はい、そんなドラフト回で本気で言うてるんかいなとかいつも思ってまうんですけど、はい、どうですかそんな感想持ちます、まあ、高校生ってやっぱりなかなか上位で行きづらいんですよね、そうですよね、うんうん、だから現に山本由伸も4位かなんかでしょ、4位ですよね、うん、まあ、戸郷も低いですよね、戸郷なんか6位ですしね、うんうんうん、だからそこの何でしょうね、その伸びしろというか、うん、ありえるありえるっていう感じなんですかね、そうですね、ありえると思いますね、なるほどなるほど、花田もその可能性はあると思うんですけどね、うん、うん、僕も映像そのエース候補とか何言うとね、うん、思いながら映像見たらああいい選手やなと思ってたんですよね、まあドラフト開始名でのエースクラスまでの成長というのは巨人では極端に少ない例かもしれません、その戸郷ぐらいかもしれませんけども、そのイメージが残ってるかな僕も、あとはあれか、当の
もう旬、当の旬ね、うん、あれエース慣れたんですかね、1回で開幕投手1回しましたけどね、エースの期待もあったんですけども、うん、まあ、そこまで伸びきれなかったっていう、まあね、そうですね、うん、ね、原監督とのね、確執と言われたことがありましたし、タバコでしたっけ、そうですね、いや、なんかあったっすよね、ありましたね、思うかどうか知らないですけど、うんうん、まあ一概には言えんいうことですわね、原監督タバコ文句言う方なんですよ、そうですね、うちの店来てくれないですよ、原監督ひげにしなあきませんよ、はい、うん、そうね、あとキャンプでいうと田村選手が162キロだっけなんか出たよっていう話もよく出ます、出ますね、うん、田村選手は2軍スター、3軍ですね、3軍スターとか、はい、3軍スター、おー、そうかそうか、うん、ですね、うん、うん、これは公式記録ではないので何ともですけども、うん、でもちょっと見たいですよね、です見たいですね、うん、うん、まあ見れると思うんですけどね、今年の支配下って意味でも、うんうん、あると思いますけどね、まあそのうち上がってくるのかなと、うん、うん、ですね、下手したら京本よりも活躍するかなぐらいに見てますかね僕は、うん、うんうん、そうなんだ、はい、まとまってるんですよ京本は、うん、うん、そんな意味でまとまってるっていうピッチャーが、うん、だんだん良くなっていくっていうのはよくあることですけど、いきなりっていうのは結構やられるイメージ強いないですか、まとまってる、そうですね、うん、はい、うん、って意味で田村の方が武器を持ってるイメージなんですよね、なるほどね、うん、まあ制球力高いですよねこの京本も、うんうん、昨シーズンの成果という意味で言うと、はい、京本もそうだし井上もそうだし、2軍スタートの選手、あとは吉村もですか、吉村これはうん、アピール成功した2軍でしょうね、うん、うん、楽しみですね、ね、うん、この辺の登ったり下ったりしながらですよ、うん、切磋琢磨して上がってきてくれたら嬉しいですよね、うん、うん、うん、あとこの時期僕が楽しみなのがですよ、新球をマスターしたいというような選手たちもちょいちょいいてですよ、うん、はい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 、ちゃんと残しちゃったと思うんだけどな、あ、消えちゃったな、高梨ですか、高梨もそうだし、言ってましたね、高梨がなんか落ちるチェンジアップ、うん、うん、縦変化のチェンジアップを今練習中だそうですし、あとはね、船場様、うん、おうおう、船場様もなんか新しいチェンジアップを習得中、メジャーリーグでよく使われるのかな、エンベンダーって言われる遅い球を、今習得しようとしてそうですよ、ほう、いいかもしれないですね、緩急っていう意味ではこの横の変化だけやったんだけど、うん、そうそう、だから、さっきこの回の序盤にも言いましたけども、ケラー、それから育成ドラフトで馬場の獲得もあって、うん、中川にしてもそれから高梨にしても危機感というか、うん、安泰ではないんだという気持ちになってるそうで、うんうん、ね、今すごくこう意識して修練をしてるそうですね、うんうん、ちょっと高梨もね、2023年シーズンはピリッと戦シーズンでしたもんね、そうですね、そうですね、こうやってフォークを、ね、そうですね、ですよね、フォーク、フォーク今練習してるらしいですよ高梨は、あ、高梨そうなんですか、はい、なるほどなるほど、